龍馬、立身時代編。土佐藩を脱藩した龍馬は、まず久坂玄瑞のいる長州に行き、その後、九州各藩を見て歩いた。そこから一転して大阪、京都を経て江戸へと向かい、江戸では小千葉道場を頼って身を寄せる。その後、小千葉道場の千葉定吉の息子、千葉十太郎の紹介で、幕府祭りごと総裁職の松平春嶽に面会。文久2年12月には、春嶽の紹介状を携え、千葉十太郎と共に勝海舟に面会する。勝海舟といえば、万延元年に関連丸を指揮して太平洋を横断し、アメリカをその目で直接見て、来た人物。当時軍艦部用並という幕府の職にある幕臣であった。後年、勝が記した時期には、その時、我が国海軍の後期せざるべからざるゆえん、を、龍馬に伝えたとしている。最初、龍馬は場合によっては勝海舟を切るつもりであったが、勝の面談する中で自身の考えを恥じ、その場で門下生になったという。海明派の幕閣僚の勝との出会いによって、龍馬は単純な攘夷という理念から脱却する。さらに翌年4月、龍馬は同じく海明派の幕閣の大久保一郎と対面する。大久保の回想によると、同志たちを伴い来訪した龍馬は、異人間を襲撃すると、説いたため、大久保はこれを無益と悟したという。だがこれは、龍馬が同志たちに攘夷の無意味さを理解させるために、わざと仕組んだ策だったと回想している。龍馬が勝の弟子となって、以降、龍馬は次々に知人友人を、解きつけて、海舟の門下に引き入れていった。甥の高松太郎を、はじめ、近藤長次郎、千夜虎之助、望月喜多、新宮馬之助、安岡金馬、沢村宗之丞など、文久3年、1863年、4月、勝が幕府の海軍教習所となる。海軍総連所の設立の認可を受けると、設立所準備のために奔走している。その過程で横井湘南とも出会っている。湘南は私塾、私事件を開き、多くの門弟を輩から出した人物で、松平春嶽の政治顧問として招かれ、福井藩の藩政改革、さらには幕府の祭りごと総裁職であった春嶽の助言者として、幕政改革にも関わった肥後出身の知識人。早くから開国論を唱え、治安の国是七条によって人材の抜擢登用、新生体の構想を論じた横井の思想は龍馬を強く刺激した。ちなみに、国是七条派、龍馬が後に提案した、戦中八策の原型とも言える。後に龍馬伯に元の兄、権平らに、宛てた手紙に、天下の人物、として、救命の人命を綴っているが、後に龍馬と深く関係する西郷隆盛や、小松立脇、桂小五郎と共に、勝海舟、大久保一郎、横井湘南らを、掲げている。龍馬に与えた影響の、大きさを物語っていると、言える。その間、勝、松平春嶽の、運動で土佐藩から脱藩の罪を許される。また勝の護衛として土佐勤王党の人斬り、岡大蔵をつけたりしている。しかし、8月18日の政変で、京から尊攘派が駆逐され、土佐勤王党も藩によって壊滅状態となると藩の弾圧は江戸の龍馬にも伸び、龍馬は再脱藩することとなった。元治元年、1864年、神戸海軍総連署が正式に開設された。しかし、池田屋事件、そしてその報復である、金門の変においても、多数の海軍総連署塾生が加わっていたため、海軍総連署は幕府から弾圧され、勝も解任された。勝の庇護を失った龍馬は、勝の紹介で西郷吉之助、西郷隆盛を頼って大阪の薩摩藩邸に保護された。このことにより、その後の龍馬にとって最大の恩人となる人物、西郷隆盛と小松立脇との出会うこととなる。ちなみに、薩摩藩の中軸を担う西郷と接触した龍馬は、初対面の西郷の印象を、なるほど、西郷というやつは、わからぬやつだ。小さく叩けば小さく響き、
大きく叩けば大きく響く、と勝に伝えたという。この頃、8月18日の政変で、京都を追われ、さらに翌年の禁門の変により危機的な状況を迎えていた長州を、倒幕のために敵対した薩摩と和解させようとする動きが、中岡慎太郎により行われていた。慶応元年、1865年、京の薩摩藩邸に移った龍馬の元に、その中岡慎太郎らが訪問。幕府による長州征伐の動きが強まる中、清張軍参謀に任命されながらも、長州に同情的な、西郷の姿勢に活路を生み出し、龍馬も両藩の和解活動に、挺身するようになる。ここに倒幕のための歴史的転換、薩長同盟へ、向けた和解工作の根回しが、中岡慎太郎、坂本龍馬の協力により、より深く展開されることとなった。その過程で龍馬は、薩摩藩の援助のもと開示結社、土佐脱藩の仲間と共に、長崎で立ち上げた、いわゆる亀山社中である。亀山社中は武器輸送にも、走行し、長州へ薩摩名義での、銃の搬送を行うなど、薩長和解に、向けて大きな役割を果たした。その後も龍馬は、文字通り諸国を東奔西走し、薩長同盟に向けた活動を、続けた。旧敵とも言える薩摩との和解へ向け、長州藩の大老、桂小五郎、後の木戸孝義を前に疑心暗鬼に陥っていた桂を必死でサポートし続けた。そして慶応2年、1866年1月、龍馬、中岡らの尽力により、京の薩摩屋敷にて悲願であった長州の桂小五郎、薩摩の西郷隆盛、小松立脇の会談が実現。しかし、両藩のメンツから双方が、薩長同盟の話を、切り出さず、一時は破談になりかけてしまう。そこで同席した龍馬は、旧地にある長州から同盟を申し出ることはできないはずだ。今は藩のメンツを気にしている時ではない、胸を、西郷に説き、薩摩が申し出る形で、決着。最後の一押しを龍馬が行ったことで、悲願であった薩長同盟。薩長盟約、は、合意に至った。この時龍馬派かつらに求められて、盟約書の裏書きを、行っている。天下の大藩同士の同盟に、一回のスローニンが保証を、与えたものであって、龍馬がいかに信頼を得ていたかがわかる。薩長同盟締結が、なった後、龍馬が定宿としていた。京都、伏見の寺田屋を、伏見奉行配下の取り方が龍馬を、捕縛。もしくは殺害しようとしたいわゆる寺田屋事件が起こる。同宿の養女で、龍馬の妻となっていたお龍が、外の様子を知り、風呂から裸のまま2階へ階段を駆け上がり龍馬に危機を知らせ、龍馬は主に銃で反撃。龍馬箱の時に左手の親指を負傷してしまう。護衛についていた調布藩士で、槍の名手、三好新造の粉塵の働きにより、脱出に成功しなんとかこの危機を回避した。龍馬は、共に視線を超えた三好を修正信頼し、三好も龍馬亡き後、お龍の身柄を一時預かるなど、多くの配慮をしている。その後、龍馬は薩摩の西郷隆盛の圧戦により、しばらくの間、傷の療養も兼ねて薩摩へ向かい、薩摩領内に潜伏することになった。